とゲームまとめ来ました。スマブラ、これは話さなきゃだね。あれも格ゲーか。え、何嬉しかったやっぱアイテム、トマトばっかでかい。いや、ちょ、それさ、もう負け組じゃん。バーチャファイターとか僕やってた。わー、やってた。主人公あんなに似せることあんだね。まあ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 、昔のことはもうほっときましょうよ。次も見てね。はい、後半戦です。おい、行きましょう。はい、はい、この動画後半なんで、ね、はい、ぜひね、前半も見てください。我々がハマった格言について話してます。い、皆さんのもぜひコメントお願いします。い、はい、1個目何にしましょうか。後編に関してはドラゴンボール。おー、めちゃめちゃあるよ、言うたら。スーパーブドウ園。めちゃめちゃ計算やってました。それはスーファミのゲームですね。そう、はいはい、2とあれ3だったよ。俺もやってた気するな。友達借りて。俺も何をやってたか忘れたけど、とにかくあのもう 2D のドラゴンボールのゲームやってたのもうめちゃめちゃ覚えてる。あれはあれは結構格ゲーに近いんだっけ。もうあのグランドバトルより、いや、グランドバトルと格ゲーの中間。中間か。いいんだよね、もうめっちゃ色、そうそう、めっちゃ色くて、ね、で画面がこう分かれんだね。スラッシュでこう空も飛べるから。そうそう、上空分かれん、上に行く、下に行くみたいなね。逃げれんの、そうそうそう、バーって今やっても面白そうだけどね。ね、すごい離れられる。めっちゃ離れることできるからさ。で、はーって溜めて、溜めて、そうそう、で、チュインって必殺技入るとそっちに画面が行って、変わってる。はーめー、はーめー、はー、ジュン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 ってこっちの方に画面って、はーめー、はーめー、はーって、ジュン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 。騒がしいな、騒がしいな。やばい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 。あの結構綺麗だね。そうよ、結構綺麗だったよ。こんな感じ。あ、そうそう、めっちゃ綺麗じゃん。あれちょっと違うか、ちょっと違うんじゃん、もっともっと新しい。2、2かな、一番やったのは。もっと新しいんだ。もっと綺麗、もっと綺麗。2、綺麗だね、でも。そうよ、2一番やったかな。うん、3までやった。俺も2か3かどっちかやったな。2は本当に結構そう、あれダーブラいる。ダーブラ3。あ、じゃあ俺3だわ。マジンブーとかね。そう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 。バーダックいるの。バーダックはいないんじゃない。バーダックねじ込みたいチャンネル。とにかくもう裏技ですから。キャラが増える。一番最初のオープニングの前で。ああ、そうなんだ。ワンとかベイ、それやるとをカカロットでも、それをこうね、何回できるか対決はよくやってる。このチャンネルではおなじみになってるけど、実物が分からない、そんなに。いや、結構コメントね。あったあった、すごい、皆さんやられてる。やってる人多いんだよ。あれを超早くやると、ね、カカロ、カカ、カカ、カカロ、カカロとかできる。レシートで、それが止まっちゃったら負けなんだ。ミスってってことでしょ。そういう選手権をやってたってことでしょ。で、本編ほとんどやったことないんでしょ。あれが本編だと思ってんだよね。あれが本編、あれが本編なんだよね。それはやるっていうのは要は。え、本当はストーリー進めばちゃんとキャラ出るんですか。いや、そこ、いや、それだけ。スプライドシーンとしてキャラ増えなかった。パスワードやんなきゃ出ないなってこと。2の場合はそれやると悟空とブロリー出んだから、なんかちょっと違ったかな。その時代でそんなことしてもうネットとかもないのに。でも一番ラストクリアしたらなんかこれを入力するとどうとか、ドル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 じゃなかったっけ。さすがに出るよね。いやー、どうだったかな。でもなんかもうそれはもう噂で流れてくるから。なんかあるよね、そのね、あるね、小学校裏技あるし、え、そうなのみたいな。で、攻略本買った人が広めてねみたいな。で、巷でこう広まっていくみたいなやつだよね。そうそうそう、はいはい、あったな。おもろいね。いやーって言うんだよ。エネルギーだ、エネルギーだ。だーって言うの。誰の誰の誰だったかな。ブロリーか16号出てたっけな。ずよく違うシリーズかな、違わせたけど。だーって言うの。いやいや、出すときだーって言うの。確か3の魔人ブーはボッていうの。出すとき、出すときボッ。弱そう。いやいやいや、エネルギーが出るじゃん。そんな何にみじんも食らわないでそんなの。ボッ。ダーブラは確かうんっていうの。よく覚えてた。確かじゃ違う系、もしかしたら違うかもしれないけど、いや、そこまで覚えてないな。ホッホッっていう。ああ、なんかそんな感じは覚えてる。ホッとか言ってたけど、ボッっていうから。マジブーもやばやば。いやあれでな、結局連打だよね。そう、連打もある。必殺技打たれたらこっちも必殺技返せるっていうのがやっぱり。上手い人はガードするんだよね。あのベーンってったらパーンってやって、パーンって飛ばせる。はい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 、気で消す。あ、かき消すパターンね。できるし、パーンってボーン
ね、それもできるしね。あったわ。なんか本当にドラゴンボールの世界観もそのまま数ファミで やれる感じだったよね。そうそうそう、すごいねそれね。画期的だったと思う、あれ数ファミであれは、うん、あれ面白かったね。面白い、やったことちょっとあるな、スーパー武道展、うんうん、でその後 PS2 になってね、一気に出てきたんですよ。これをやってないのもったいないね。やってないの本当に。あんまりやってない。いやあ、またそこからもうバスケに、ね、一筋になったから。バスケがバスケラブだったもん。ラブではない、バスケラブになっちゃったから。普通だったからじゃあドラゴンボールやった方がよかったよ。才能はなかった正しいこと言うなよじゃあドラゴンボール、体力はあったでしょ。なかった体力はだから前も言ったけど、後から入ってきた、ね、あの中学1年生の後輩の方があるっていう。そうですねって。それでもそっから勉強も頑張ってね、いい高校に行ったからね。もうそれもだから行ってないもうチャレンジ会を見返してください皆さん真剣ゼミ、大体負け続けてきたから。真剣ゼミのなんか動画あったよね、1年前、結構前。勉強でも負け、運動でも負けっていう。俺を考えたらこっちの暗い道だったかもしれないって、あの名動画、最後それで終わったんだよね。あれ見てください、ぜひ。あれ面白い、チャレンジじゃなかった、真剣ゼミだったよね。真剣ゼミ、うん、だったね。いや、ドラゴンボールのプレステ2のね、Z、Z、最初 Z で出たわ。俺 Z2 も買ったんだよ。俺全部買ってたわ、あれ。やば、もうそこハマってたから。あれはね、ストーリーにもなってるから。 Z があそこまで、フリーザ、フリーザか、スーパーサイジンで終わり、続いてんな。いや、で、Z2 がね、変なスゴロクになってる。あ、そう、その時は、ええと思いたくないけど、うん、内心のどこかで蓋を閉じたたかしは、うん、ええってずっと言う。そう、思うのよ、ストーリーがやりたかったよ、ええー、ストーリーじゃないなんかね、変なスゴロクで。俺それしか持ってないわ。なんなら1と3が一番おもろいのよ。スゴロクしかやってないよ。スゴロクしかやってないよ一番そうし、あのケイさんにそんな言えないよ2が変なんだよね。2が変、癖あんのよ。で、1と3持ってるとストーリーがね、そう、そう、楽しめる。で、3はどういうブー編とかまで行くわけよ。おー、いいじゃん、うん、なんでその2、間入ってきたんだ。そう、たぶんまあ、なんか数合わせたのかわかんないけど、対戦はあんま変わんないと思うんだけど。そうそうそう、そう、格闘技って言ってで、あれは本当にこのもう 2D だね、うん、あの 3D だけど 3D のその対戦 アクションはこう 2D、そうそうそう、広い感じでね。だからもう画期的だったのが、そのストーリーの間でもうムービーが入るのがやっぱ画期的だったね。あー、あったね。でこっからが俺はもう興奮してて、むしろだからその格ゲーとかもムービーありきになったよね。だから、うん、なった。そのキャラゲーに関しては、ね、昔なかったもんね。ないでしょ、だってスーパー武道展はないでしょ。あのね、ムービーというよりは文字でキャラがこう出てくるね、はいはい、ご飯、ちっちゃいご、はいはい、ご飯の、うん、スーパーサイズ2のご飯となんか敵 の、 あの映画の敵のキャラがあって、うん、ベーンってイラストだけベーンって貼って、はい、ちょっと動いてね、これベーンって日本語でトゥル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 ってやつだけ。大体そうだね、だからね、もうムービーだもん。で、ムービーでやって、だからその何、一番ラストはプリーザの、あの一番最後のところさ、ベーンってやるって、当ててみようとさ、ビビビドーンってやって、こう、ジャーンって、うん、で、その前、クリーンのことが、バーもムービーが入って、ね、スーパーサイジンになって、レディー、ファイトなんて、そのムービーバトル、ムービーバトル、バッケロワン、バッケロワン、バッケロワンもありました。あるんだ。あったと思う、ただそのフリーザのナメク戦の最後、まだ、バッケロワンありましたよ、その試験。お前我に殺されるべきだありました、ちゃんとムービーで。これはちょっとチープになってるのが2です。俺そんなに飲め入れなかったです、今の会話。ないんだ。なかったんだ。ないわけ。でもだいぶ多分しょぼいよね。なんでだろうね。2は面白いっちゃ面白いんだけど、面白い。ゲーム性はゲーム性っていう意味ではあったけど、いやでもムービーが見たいってなってた当時。なるほどね、ちょっと時間なかったかな。多分なんかいろいろあったんだよね。で3で、そうもうブーメン、うん、どこまでいったかな。いや GT はなかったよな確か。でもその後も出たよ、スパーキングみたいな。スパーキングあったよ、スパーキングが画期的。もうフル 3D ドラゴンボール。え、だってそれ1とか違うの。だから違う、あれはもう 2D でしょ。バトルはこうなのよ。あ、そうだったっけ。だから1、2、3はそうだよ。 Z ね、ドラゴンとかはあったかも。飛ばされて他の場所に行くとかあったっけ。あ、上とか下はあった。上とか下はあったよ。そう、上とか下はあった。で、浮いたままとかはあったけど、違うよ、もう 3D だったから、右にシュイーン、ー左にシュイーン、ー前にシュイーン。それはなんか見たことある。あれスパーキングだよね。それだと思うな、うん、なるほどね。あれはすごいよね。あれはすごかったよ。もうマジで、はーって打ちながらダダダダって打ったり、はいはい、で、溜めてさ、遠くにティーンって打つけど、はいはい、遠くにいるから当てれないとか。受けるよね。いや、すごい。で、瞬回で後ろ行ってとか。で、攻撃食らってる時にシュイーンって言って敵の後ろ行って、ジュッジュッジュッ。もうドラゴンボールさながらの。誰使ってました。もう結局やっぱ一番強い悟空シリーズだよね。悟空とか、あとまあゴジータとかベジットとかね。そうか、あの辺まあ似てたりするもんね、動きはね。そう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 。
サタンもいいよね。でもサタンね、グレートサイヤマンとか見たね。いたいた。なんか忠実なんだよ確か。あのそれ Z3 とかも含めてだけど、サタンとか忠実だよ。全然いくら頑張っても全然削れない、敵の HP が弱いんだとかあった、そういう設定が。おハンデありとかじゃないと、うん、みたいな。あった確か。それきついな。そうそうそう。あったもん。いややった方がいいよ。今か買いな。もう今か。2買いな。今。Z2 ね。Z2 買って。でそっからドラゴンボールシリーズ出たらドラゴンボールね、いろいろ出てて、だってアプリとかも出てたりしてるでしょ。出るね。ね。いっぱいあるよね。あとちょっとやってあのファイターズだっけ。あれはもうそれこそ、そう 2D のね。そうそう 2D の完全格闘っぽい。あれは本当に完全格闘だった。俺は難しかった、あれ、うん、格闘はむずいよね。あれ難しいね。なんかコマンドしっかり入れないと、あの最後までかっこいい技出ないみたいな。このなんだ、アニメのゲーム系はちょっとな、簡単でいいよね。そうなのよ。なるほどね。そうなの。そうなの。だからその動画とかですごいのやってる人いるじゃん。うわ俺もこれやりてえとかやるんだけど、大体その何3分の1ぐらいのチェックコンボつながんないの、どう頑張ってもで練習するんだけど、あーやっぱこの世界はこういう世界なんだってやっぱなる、うん、で心が折れてシュンって閉じるから、やっぱ格ゲーはそれあるあるじゃない。でもそうね、そうキャラゲー格ゲーってそうある、あるよね。そうそれあったな。であれ必殺技とかめちゃめちゃすごいじゃん、うん、すごい。あっ綺麗なのこうウレッドウワイみたいな、あ、なんて言うの、なんてパーフェクトなんてウィンって、あ、ね、声高いやつよね。あるある、ゴークウィンみたいな、ジュルーダマンカラメラワーオブーウィンゴークウィン再現度めちゃめちゃ高いですよ、ね、いややりたいな。いやあれあるよ、まだうちある。だってあれ動画で上げたよね。あった気がする、うん、でケイさんと戦ってみるみたいなね、やったの。ブルーまであるもんね。あった気がする。で追加コンテンツでどんどんいろんなキャラ使うから。ああそうなんだ、うん、多分これはいますよあいつが、うん、バーダックス。あーバーダックいいんだ。これいます。これは多分追加だった。 Z シリーズはいないっけ。いた気もする。いた気もするよね、うん、でもその頃そんなに使ってないから、うん、バーダックそんなの有名じゃないから。いた気もするぐらいこんなに言ってるけどさ、有名じゃないんだ、そんなによ。ズマットだもん。だジレンとかもいるし。あれおもろいよ。だからやっぱ、ね、ちょっと久々やりたくなって話してると、うん、綺麗だからね。うん、ドラゴンボールシリーズそんな感じですか、ね、結構いろいろやったもんね、うん、そう思うと結構やってんな。まあ相性いいだろうし ね、 格ゲーね、いいね、めちゃくちゃそうだよ ね、 ね、あの今思い出したけどワンピーグラバトしか話してないけどいろいろあるね。ワンピはあとさ、やったじゃん、バーニングブラッドとかさ。ああ、あるね。そう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 、それもやったわ。今更だけどちょっと前編後編にまたがってワンピーさんあまとめてるか、うん、そうね、はい、グラバトシリーズだね。ワンピーワンピーゲームチャンネル、うん、ワンピーゲームチャンネルなんてものはありません。ごめんなさい、あっちにもあるからね。ワンピーチャンネル、ワンピーメインチャンネルでワンピーゲームまとめぜひ見てください。あとは格ゲー、俺いい、俺バチクソ熱量高いのあんのよ。マーベル VS カプコン2。うわーやったー、やったないの。俺多分懐かしい、その日本で全然マーベルとかが流行ってない時代からマーベル鬼好きだったのってこのゲームの影響なんですよ。まだ映画じゃないってこと。そう映画じゃないのよ。要はマーベルのキャラ VS カプコンのキャラクターが戦う格ゲーなんだけど、うんうん、あった3人ぐらいダメですな。そう、うん、これめちゃめちゃやってた俺。ゲーセンもあったしな。ゲーセンにもあった。ゲーセンでも俺ね全然やってなかったな。何の機種。プレステ2とプレステ、マーベル VS カプコンがプレステだった。プレステ4でも出てる。出てる、新しいの出てるのよ、ね、でもね、ちょっと違うのそれ言いたい、これは言いたいの。すごいね、グラフィック綺麗になりすぎて俺の知ってるマーベル VS カプコンじゃないの。アニメっぽい感じな。そうそうそう、だからマーベル VS カプコンの良さってさ、アニメーションがこう動く感じじゃん、はいはい、スパイダーマンこう、なるほど、スパイダーマンこう、あのぐらいのグラフィックがいいじゃん。そう、でも綺麗じゃん。綺麗でこんだけ早くさ、はいはい、動くじゃん。違う違うのよ、もうね、超絶 3D によりよりのより。で、ゴリゴリのストリートファイターでしょ。あー、そっちの方がまだいいって感じ。なんかもう 3D って感じ。あの、もう 3D って感じ。いや、面白い。見てもらえば分かるんですけど、そう俺が一番やったのはマーベル VS カプコン2なんですよ。やったわ、うん、これ君とやってた。君もやってたぐらい。俺もやった記憶ある。あ、ロックマンとか使えるの。そうなのよ。そう、すごい激アツ。ちょっとキャラクター今これ言っていいですか。ちょっと一応聞きたいわ。懐かしい。まずはあいつね。ちょっと待って待ってよ。まずはあいつ、まずはあいつね。あいつ待ってちょっと待って。まずはあいつね。ちょっと待ってよ。俺もちょっとなんかサイト見ながら喋る。はい、登場キャラクター、うん、あのね、55人も出そうです。あ、そんないるんだ。え、すごっ。これすごくない、うん、大乱闘というか後ぐらいだね。これ多分小学校、うん、俺ね、高学年ぐらいで
で、うん、友達のお兄ちゃんがやっててみたいな、うんうん、で、まあ、まずじゃあマーベル側、うん、もう今でこそ日本はさマーベル浸透しましたけど、はいうんはい、その前から、うん、もうまず X メン、はい、X メンのキャラたち、あのあいつだよ、ビームのやつ、サイクロプス、オプティブラスト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 、なんつったか全然わかんないの、全然わかんないんだけど、でかいビーム、そうそう、あのオプティブラスト、この目からビームピンって出す、サイクロプス、使いやすい、サイクロプス、すごい使いやすい、そう、すごい速くて遠くまで届く、オプティブラスト、全部届くじゃん、画面横まで届くよね、届くのよ、あと下にこういって、大体あれは入れてたよね、必殺技のでかい、そうそう、あ、セドハラメイ、なんつってかわかんない、デカデカビーム、デカデカビーム。何言ってくるの？ X メンが使えるんだ。そう、ね、X メンのキャラクターたち。あとあいつな。ウルバリンね。バッシュ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 バイ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 チュ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 それで決めると後ろにエーッシュイーンってその確かにそう決めたらシュイーンシュイーンうわー懐かしい、じゃあおもろそうだねこれ、これめちゃめちゃおもろいよ、あとマーベル側はそんなわかんないスパイダーもうスパイダーも俺スパイダーも一番使ってたスパイダーもウェブスリング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 バラその時はもう知らないからスパイダーマーベルをね、ああむしろだからスパイダーマンとか俺ここ入りだったもんアメコミだけの時まだ実写でやってない時実写でだから1やる前ぐらいだと思う多分これは、ね、1をやったらだって中学くらいか多分俺らは中学高校ぐらいでね多分ねだそれより前だもんそれより前の時点で2で出ててキャプテンアメリカとかそうキャプテンアメリカも出てるし知らないよねそうそうそうだから使ったことなかったわええー、そのキャラをキャプテンアメリカ使ってたの結構好きだったもんあのシールド投げんだよシールドバックシールドバックシールドバックそうアドバックアドバックみたいなここに盾出して確かに使ってる人もいたしたそうそうそうでアニメの方だからここに羽生えてるんだよああなるほどそうそうあったっけあのアベンジャーズのここ羽生ないんだよもう結構かっこいいシュッとしてんだよ、うんここ羽あるのアニメはあとはあのジャガイモみたいな名前でジャガーノートねジャガーノートジャガーノートめっちゃでかいなジャガーノートプレイジャガーノートプレイちょっと食らっても平気じゃないそうそうビシビシあのこうアーマーついてるからね何撃か食らっても平気なんでビシビシあれ強いよなそうそうそう使いこなせると強いんだろうな遠距離攻撃できないからなよそうそうそうビームとか出ねえしなあとハルクもいたよあいたかもハルクもいいんだハルクもいいハルク強いのよでかいブーンこのブーンってやるわけだオール大拍手であと地面をブワーってやってジュジュジュって地割れみたいなの起こしてあとあの変なやつねこういうジバみたいなやつなんだっけジバニャンあジバニャンはいないゲラゲラもしないっすはい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  X-Men のあのちょっと待ってよ検索バンバン出すから画像が出ないんだってば画像出させて思い出トークしてないよちょっと待ってよいるじゃん相手ちょっと待っていろいろ入れるちょっと待ってねこれだけで1本取れそうだねいけるいける全然いけるアイアンマンもいますよおおそうなんだアイアンマンあだその時知らないからアイアンマンも一緒ウォーマシンもいます確かに今このなんだ映画の単品でなってる人結構いるんだよそうそうマグニートおお X メンの敵有名じゃんジャラジジジャラなんかなんつってか分かんないそのジバみたいなやつねうんそうそう他にもいっぱいいますからねカップコンの方じゃ聞くこれ飛んでやれそうだねこれこれあの全然一歩取りましょうもう決定しました私熱量めちゃめちゃ高いすぐ取ってもいいぐらいねすぐ取って別で終わりで取ってもいい終わりでこれ開けで取って開けで取ってもいい取ってもいいけどでカップコン竜でストリートだから竜とあとガイルベガケンあそっかカップその辺も使えるのかそうそうでザンギエフとかいてだとロックマンズそうねであまあほとんどでもストリートファイターだねそうねで戦闘じゃストリートファイターに近いの近い近いあそうなんただ大ジャンプだねそうああああと波動拳ちょっと違うあの真空波動拳もなんかレーザーそうあの純正のストリートファイターはあの真空波動拳とか出すと普通デカ波動拳がこういくじゃんでもこれはもう横にビームみたいな真空波動拳カメハメハみたいな感じあそうカメハメなるほどねだから3人全員そういうキャラやべるともう全レーザーみたいなそうそうそう画面全部レーザーみたいなボコボコそうビシ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 コンボがねボコボコ俺もこれちょっと1本いけるぐらいでしたこれもう終わったと
はい、一歩行けますか、もう終わったらじゃあ、はい、パート3がそっちになって、熱量あるから見るかもしれないし、これに気になった人パート3にするとね、大体結構話しちゃったけどね、パート3っていうか、まあ、まあ、そのキャラ紹介というかね、まあそんなもんか、はい、マーベルバーサスシリーズはね、うん、ちょっと正直3、4とかもやりたいんだよ、なんかあとなんだかインフィニティキャラ的には絶対面白いじゃん、そうそう、あの何カプコンの方はバイオハザードのあの何追跡者ネメシス、あいつとかもいるんだ、結構だからいろいろ入ってんだけどね、うん、でも絵柄がねもうほんと完全 3D って感じなんだよね、うん、だからちょっとね手出してね、うん、はい、ちょっとまあこれはまた撮りましょう、はい、うん、他鉄拳そんなやってねえな、俺もそんなやってないんだけど、セブンまでも出てるよ鉄拳ね、そんな出てんだセブンで、そんなのかあれこそリアル格闘みたいなのがあるなんか ね、ストリートファイターと鉄拳って感じしない、なんか、うん、イメージするで、これは 3D でこう浮かせてやるやつだよね、と鉄拳ね、そうね、そうそう、なんか本当に格ゲーマーが やってるやつなイメージあるわ、ね、これね鉄拳やってる人ちょっとガチの人、ガチのイメージあるね、あるわ、うん、で、なんだかわかんないけど俺ら鉄拳の世界シリーズみたいなのにインタビュー行ったね、案件案件なのに0円今だから言うけど懐かしい、どういうことって、ね、そんな案件で0円ってただ働きだから、ね、どういうことなのって思ったけど今わかんないから、当時鉄拳好きならいいのにね、そう、なんで言ったこともね、そのおかげでギコちゃんと会えなくなるけど、ね、そこでギコちゃんと一緒だったから、ね、あーなるほど、ね、まあ、初めてギコちゃんと一緒の、そのまあね、まあ別にね行ってみようかってなって、うん、その当時わかんないからね、うん、俺らもウーム入ってすぐだよね、あれね、うん、懐かしい、そうで、ギコちゃんという方と一緒に行ってみますって、珍しい場所行けんなって思うよね、そうそうそう、ちょっと体験だっつって言ってね、そうそうそう、まあいいかって、ね、うん、でも過去一謎な体験だったね、うん、謎体験、そう思うと、うん、当時のそのマネージャーさんが、うん、それだけじゃ行くだけじゃあれだからっつって、うん、バラエティ企画も撮るみたいになって、うん、ギコちゃんの方でソフトクリーム早食いみたいのをやるってなって、で当時のマネージャーすごい太ってた、うん、僕買ってきますって言って遠くのマックで買ってきて、太ったマネージャーさんがこのくらいのソフトクリーム一生懸命こう走ってきてお待たせしましたって、あ、すごい世界に入ったんだなって不思議な世界に入ったな、一生懸命俺らのためにソフトクリームを買ってくれる大人の人がいるっていう、ありがたいなみたいな鉄拳みたいな動画撮ったのかった、あ、撮った、そこでなんかそれがそれ、そうそう、その日、あ、なるほど、ね、その日ちょっとなんかやるかってなって、それだけじゃ一本もったいないからっつって、リアル鉄拳やってみたみたいな、懐かしい、変な動画だよね、そう、もう何年前、7年前ぐらい、6年前ぐらい、めっちゃ前よ、めっちゃ前のやつ、懐かしい、鉄拳ゲーム以外の思い出本当だよ全然鉄拳と関係ないまあそんなもんだね、鉄拳はそんなにやってなかったからな、俺、うん、もそんなやってないわ、ね、あとは、まあそんな、まあまだいっぱいあるけどね、多分、うん、ねえ、ナルトのゲームもあるしね、ナルティメット、ナルトはそうじゃん、ね、だってショーでやってたんじゃないの、だってキキード覚えてない、どれか PS2 かな、まあグラマトみたいなナルトのがあったんです、横のね、はいはいはい、そうそうそう、バン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 、うん、あれ面白いね、うん、あれは技もバーって出すしね、うん、キャラも出すんだ、だんだん増えた、キャラ増えたよ、最初めっちゃ少なかったでしょ、激闘忍者対戦って方のキューブの、うん、そっちは格闘に近い方、はいはい、そうでも7人ぐらいでさ初期のスマブラ以下イルカ先生とかなんて 1とも思ってないか、こっちからしたら6人だけ参戦してくんだけど、なんでこいつだけ参戦すんだろうなっていう謎系だ聞くたびに思うあったね、ブリーチとかもあったから、あるんだ、流行ったの最初 PSP が出たばっかで、で、僕それプライベートでジャンフェス行ったんですよ、昔、うんうん、その時ね、もうめっちゃ流行ったのこれ、結構これもキャラ少なかったんですよ、だから最初に、めっちゃ最初に出てる、まあ、最初のゲームってそうなるよね、うんうん、わぁ、ちょっと今思い出したわ、うん、ジャンプフォース、あ、そう、ジャンプフォースもそうだね、うん、ちょっとそうね、なんかどっかでも話したかもしれないけど、うん、ジャンプフォースもね、うん、でも格闘、格闘だよね、うん、あれも結構 3D の広い広範囲の 3D ですよね、あれ面白い、ね、いやちょっと今やったらもう一回またなんか新鮮で楽しいんだろうな、うん、あんまなんかバタバタしててさ忙しくてやり込めなかったんだよね、そんなやってない、そうそう、うん、やり込めなかったんだよね、こんなもん、うん、まあもっといっぱいあるとは思うんだけどね、はい、じゃあぜひ皆さんのね思い出の格ゲーもお願いします、いはい、以上です、格ゲーっていろいろあるね、はい、今日はここまで、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします、次も見てね、明日も楽しみ、またねー、バチバチバチ、ワーオアプテクバチ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 、近々これ上がるってことですね、もう一回